望むと望まざるとにかかわらず、もはやそうなることは運命だ。現に今こうしてスコピアムの総統閣下が私に迎えをよこしたのだからな。総統？機械生命にも王や皇帝みたいな親玉がいるのか。スコピアムに総統に類する指導者階級は存在しない。特別なデュマよ、君が知るスコピアムが全てとは限らんのではないか。ありえない。それもまたスコピアムの姿なのだ。そうだろ、ベランジェ、ガスト。そんなこと。ドラさん、しっかり。そんなことありえません。では貴様らの旅はここまでだ。これ以上は陛下の邪魔となる。総統の迎えが来るまで遊んでやれ。御意。大佐、我々に強い暗殺警告を。冷静に巨大の視界を翻弄するのは困難だ。その点に聞こえた。ありがとうございます。失礼します。警告、エネス冷静な巨大の視界を翻弄するのは困難だ。出力停止。ありがとう。警告、エネルギー残量が。こちらも忙しいんでね、そろそろおいとまさせてもらいますよ。ねえ、こいつら強くなってない？これがスコピアムと融合した力だとでも言うのか。人一人の手には過ぎた力だ、ボルドール。なぜこのような力を欲する？人一人には過ぎた力。その通りだ。私は、そしてゆくゆくはこの星全ての人々はスコピアムによって人間を超越し、神の力を手に入れるのだ。神の力だ？ボルドール、あなたは。時間だ。転送しようよ。逃がすか。また会おう、愛しい我が子らよ。くそ。兄貴か。レイ、無事か。あと1時間でそちらに着くぞ。わかった。到着したらもう一度連絡をくれ。こっちは全員惑星地表だ。そうか。今そちらの周回軌道から例の未確認艦が悪空間ワープに入るのを確認した。何かあったのか？それも後で話すよ。わかった。とにかく待ってろ、アントニオ。オーバー。レイ、私を連れて行ってくれませんか？ボルドールを追うのか？少し違います。私は王国を、いえ、この星を守るために生きたいんです。ボルドールがこの星に住む人々を融合しようとしているなら、私はこの星に住む一人の人間として感化することはできません。とりあえず一度王都に戻ろう。レイ、分かってる。ただここで兄貴が来たのをいいことに、お前たちを連れてったら単なる誘拐になっちまうだろう。そういうことをするとうるさいやつがいてな。誰のことですか？だからな、出かける準備はきちんとしようぜ。わかりました。レイ、大丈夫？ああ、
俺たちは大丈夫だが、何をどこから話せばいいやら。とりあえず一度外に出るから合流しよう。
を確認。引き続き警戒せよ。素敵な品ですね。兄貴、俺たちが見えてるな。よし、今から3分後に収容してくれ。これは…レティシアたちの気持ちは分かった。だが、俺たちも国王陛下やマーキス先生とはいい関係を続けていきたいからな。わかりました。外出許可を取ってきます。ああ。そこを押せば連絡がつくようにしてある。そうしたら宇宙に行くメンバーを集めて人気のないところでな。分かったわ。待ってるぜ。ええ。あんなこと言って置いていくつもりじゃねえだろうな。大丈夫だよ、レティシア様にあれを預けて行ったんだもん。ええ、とにかくまずは王都に戻りましょう。ヴォルドールのことも伝えなければなりませんからね。